船橋市では今年度から音楽、美術、ダンスなど様々な分野のアーティストを学校の授業に派遣する文化活動普及事業を始めました。今週初めは子どもたちに豊かな心や創造性を育んでもらうためのプロジェクト、文化活動普及事業についてご紹介します。おはようございます。先月、船橋市がこの秋からスタートしたばかりの取り組みが豊富小学校で行われました。いろんなことをやって面白い形を作ってみますので、先生がお話しした通りにちょっと最初練習でやってもらっていいですか。参加したのは 1,2 年生の児童。手元には新聞紙の束が用意されています。これから一体何が行われるのでしょうか。新聞紙を1枚広げてくしゃくしゃっと丸めて、こういうボールにしてみましょう。新聞紙だけで物の形を作る造形遊びです。実はこの造形遊び、この秋から始まった船橋市文化活動普及事業の一つとして実施された授業なんです。船橋市文化活動普及事業は、子どもが文化・芸術に直接触れる機会を設けることで、豊かな心や創造性を育んでもらうことを目的としています。芸術家や文化の専門家を市内の学校に派遣し、出張授業を行います。これからの文化の分野、文化だけに限らず、これからの世代になっていくお子さんたちが、こういった活動を通じていろんな気づきや、これから先自分がどんな道に進むのかということをいろいろ考えてもらえればな、その助けになればいいと考えております。講師として派遣されるのは、音楽や美術、ダンスなど様々な分野で活動する専門家です。現在35人がアーティストバンクに登録されており、学校からの依頼を受け先生となり授業を行います。こちらの豊富小学校では、自分の手で物を作る楽しさが実感できる造形遊びが行われました。造形遊びってなかなかやれるようで、やれないことも多いし、そういう経験を踏ませるっていうことも大事なことだと思いまして希望しました。講師は植草学園大学の発達教育学部教授、森高光弘さん。大学で教師や保育士などを目指す学生を対象に授業を行う傍ら、幼稚園や小学校などへ出向き、子どもたちの造形表現を伸ばす活動を行っています。日頃できないことができる、日頃の図画工作とか日頃の学校生活ではない経験の中で、自分の工夫とか、それから友達の工夫とかをお互いに認めたり、発見できたりして、何か今度別のことをやるときにつなげてもらえればいいかなと思っております。造形遊びのテーマは魚。まずはグループに分かれ、新聞紙を丸めて形作りから作業が始まりました。今丸いんだけど、少し細長いお魚さんにしてもいいから、お魚さんに変身させて。続いて魚の姿に近づけるため、折る、ねじるなど新聞紙に様々な加工を施し、目や鱗、ヒレを表現します。またリボンや星をつけるなど、グループによってそれぞれ違った工夫を施していました。作業が終わると、作品と一緒に写真撮影です。新聞をあんまり丸めたことなかったから今日楽しかった。お魚さん上手にできました。先生は優しかったです。新聞紙作れてとても楽しかった。なんか不思議な体験だったなって思った。1年生と初めてやったから、またやりたい。
想像力を働かせると楽しい活動ができるんだなっていうことをこれからも感じていってほしいなと思います。今回の授業は物を作る楽しさを知るとともに子どもたちが持つ無限の想像力をかきたてる良い機会となりました。自分たちがまあ見ている身近にある新聞紙もこんなことができるんだっていうことと、体育館というこの空間の中で自分が考えてもないぐらいの大きさのものができたっていうのは、まあ普通普段ではない経験があったと思うので、また何か今度やるときにこの経験を生かして違う自分の工夫ができるように努めてもらえるといいかなと思っております。今年度は、今日で3校目の実施になっているんですけれども、現在のところ8校での実施が決定しております。で、来年度以降も年間10校程度を目標に、事業を継続していきたいと考えております。作業に取り組む真剣な表情が印象的でした。普段の授業では体験できないことを経験することで子どもたちの価値観や選択肢が広がりそうです。続いては船橋市の教育への取り組みがよくわかるイベント、教育フェスティバルの模様をお伝えします。第26回教育フェスティバル、船橋市教育委員会主催のこの催しは、市内の小・中・特別支援学校で行われている日頃の学習の成果を発表するものです。会場には理科や社会に関する作品の展示コーナーのほか、市内の幼稚園や特別支援学校の紹介コーナー、市立船橋高校の生徒たちによる体験コーナーなどがあり、多くの人でにぎわいました。理科・社会科ふれあい作品展には、子どもたちが夏休みを利用して取り組んだ科学に関する論文や工夫作品、社会科をテーマにした作品など1000点以上が集められました。大変質の高くて、例えば理科などでしたらもう、市からですね、県とか、それから県から全国に行ってる作品もあります。皆さんに見ていただいて、大変好評いただいてよかったなというふうに思ってます。中でも注目を集めたのは児童・生徒科学論文工夫作品展のコーナー。科学論文では野菜や植物、動物などの観察結果や多くの実験・調査の記録などをまとめた論文を見ることができます。また科学工夫作品では理科の授業で学んだことを応用して個性的な発想で作った作品が多く展示されていました。とても小学生とも思えないような作品とかもあってびっくりしました。機械系が多かったので来年は機械にチャレンジしてみたいなって思いました。今の子たちはなんかそのリサイクルを考えてたりとか、捨てるようなものを使って作品を作っているので、すごい考えて作っているんだなって思いました。続きまして入賞の表彰に移ります。この日は優秀な作品の表彰式も行われていました。科学論文の部で市長賞を受賞したのは海神中学校3年木島光太さんの論文です。採取した昆虫の標本とバイオミメティクスについて細かくまとめた部分が評価されました。小さい時から昆虫が大好きで、よくお兄ちゃんとも昆虫採集とか行ってたんで、それについてもっと追求していこうかなと思って決めました。教育長賞に輝いたのは小栗原小学校3年青山愛さんの論文です。千葉の名産品落花生を家で育てて食べたいという素直な思いから、種まきから収穫までの成長の様子を事細かく観察した作品です。落花生が食べたことなかったり、どうして落花生だけは
土の中で育つか分かんなくて、それで落花生の研究やってみたかったからです。科学工夫作品の部で教育長賞を受賞したのは、豊富小学校6年後藤いぶきくんが作ったガウス加速器です。磁石と輪ゴムで作られたこの作品は、木のレバーを抜き差しすることで鉄球同士の間に働く磁力を調整、反対側の鉄球を一定の速度で弾き飛ばすというシンプルながらも趣向を凝らした工夫が評価されました。自由研究を何作るか調べてた時に、ガウス加速器を見てかっこいいなと思ったから作りました。上手にできてるなとか、そういうこと感じてもらえたらいいです。正面玄関エントランスで披露されていたのは、息の合った和太鼓の演奏。金杉内中学校の音楽を取り入れた特色ある教育活動として紹介していました。今月26日に開催される TBS 子ども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会に出場する美山小学校合唱部も参加。36人の澄んだ歌声と美しいハーモニーが会場に響き渡りました。今回新たな試みとして、小学校高学年を対象にプログラミング体験教室が開かれました。コンピューターを動かすためにプログラミングっていうものがあるっていうふうに考えてもらえるといいかなと思います。自分たちの身の回りにあるコンピューターを思い通りに動かすためには必要不可欠なコンピュータープログラミング。みんなにはこの赤い鳥に命令を出して、この赤い鳥を動かしてもらいます。ブロック化されたプログラムを視覚的に並び替えるというシンプルな教材を使い、子どもたちは真剣な眼差しで取り組んでいました。細かくなんかどういうことやるのかとか知らなかったんですけど、まあ、今回やって、まあ、面白かったです。命令とかその順番とかがよく分からなかったんですけど、やっていくうちにどんどん分かったのでよかったと思います。こう自分のこうアイデアっていうものを形にする手段として、プログラミングっていうものを勉強していってほしいなっていうふうに思います。その他、飛びの大史跡公園博物館の出張ワークショップや、世界レベルの技術を誇る千葉工業大学の学生によるロボットサッカーのデモンストレーションなど、楽しみながら学べるイベントとなりました。こういったイベントを通して、またまたそれぞれの学校でね、いろんな活動が続けられたらいいかなというふうに思っています。来年開館30周年を迎える総合教育センターの敷地内には、プラネタリウム館や視聴覚センターもあり、楽しく学習できる施設となっていますので、ぜひご利用ください。最後にお知らせです。今年度も市民税が課税されていない一部の方には臨時福祉給付金が、また障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給されている方には障害遺族基礎年金受給者向け給付金が支給されます。どちらも申請の受付終了が平成29年1月31日となっていますので、早めの手続きをお願いします。給付金を装った振り込め詐欺にご注意ください。それでは今週はこの辺で失礼します。